アマングアスの侵略色、テルテルは、自作の非公式モッドです。詳しくはこの動画の概要欄をご覧ください。まははは嘘だろ、おい。開幕ね。おい、俺、開幕のインポスターのこのコンビじゃないぞ、絶対に。いや、開幕の1試合目のコンビ、これかよ。どうしよう、急げ、急げ、急げ。で、急げ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 、エロちゃんが待ってる。下やるか。オッケー。はい。おい。はいはい。はい。はい。ちょっと早かったですかね。ま、いや、と思いますよ。いや、いいと思います。あと、一応システム的な話なんですけど、この状態でも、この右上の吹き出しボタンのチャットを見ると、てるてるの方はてるてるって来てますので、一応、見逃した方はここで確認してください。以上です。ミュート解除ね。ミュート解除。計算、計算、計算忘れとるね。ミュート解除。あれ、これミュート解除は勝手になされないってことですか？いや、されますよ。自分でやらないと。自動で。あ、されるんだ。はい。多分、自分でミュートしたんじゃないですか？自分自身でかけてたってことですよね。そういうことか。手動ミュートもしてたってことです。ちょうどね、なんか、良かったかもしれないですね、これね。そうですね。まあ、確認も含めて。そうですね。で、まあ、議論としては、リアクター直んのがめちゃめちゃギリギリやったって。そうだね。なんか、みんな、なんか今回、みんなウェポンにいたよ。ウェポンのシューティングのタスクやった人が多かったなっていう。オープンツール、オーツに2人いました。2に2人、あ、そうですね、O2 シールドあたりに11ってなんか移動したんで、うん、まあもしかしたら O22 がそのまま、あとシールドに行ったのかな。だからぼちぼち右多かったですね。うん、ゲンです。右かな。ギリギリ、うん、ゲンです。ギリギリのそのリアクターを直されたお二人ってどなたですか？僕直しました。はい、上プテです。プテさん。でも、あの、うん、エロちゃんが真ん中で待機してってっていう感じだったから、うん、あ、そうですね、リアクターの前でエロちゃんがなんか、うん、ドヤで待ってたんだよね、あれ。二人揃って待ってたんじゃない？そう、二人来ないと。そうですよね。うん、だから動き的には早かったのはエロちゃんだけれども、僕はたまたま上行ったという感じですね。そうですね。なるほど。俺は真ん中でタスクやってました。真ん中の上二人、上と下で緊急タスクやってる真ん中で普通にタスクやってました。なるほど。エロさん、これ。チョボスケさん。そうですね。はい。俺の目線だとチョボスケは下行ってて、上は二人ぐらい行ってたかなって感じですね。アルトが一番右、一番最後に出てってるんですけど、O2 も人いなくて、ウェポンも人いなくて、で、カフェテリア入るぐらいで、慎太郎さんが左から右に走っていきましたね。あら、僕はもうタスク優先したんで、直す気なかったです。黒いなぁ。テルテルならリアクター負けしたくないと思うので、そうですね。この3枚は違う気がします。ああ、そういう、なるほどね。はい。いや、でも、ギリギリ攻めてもまだまだ序盤だから、そこまで。そうだね、まだね、そこまで考察が伸びるタイミングではないんで。ミュートします。アベです、ミュートします。頼りの。はい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 。はい、喋ってびっくりした。はいはい。ちょっと早い回線か。いや、いいボタンですね。いいボタン。これはアドミン見て全員動いてたんで押しました。なるほど。はい、生きているのを確認した上で。うん。なるほど。ほう。キルクルタイムを稼ぐということで。何か思いました？うん。あの、始まる前ですけどね、カウントダウン始まってる時、テルテル。あ、出てた。シンタロウさんが、オープンチャットってなってましたね。でも僕、テルテルじゃないんですよね。いや、全員出ますよ。全員なる、オープンチャットには。常にみんながオープンチャットっていう名前に一瞬だけ切り替わって、そうそう、一瞬だけ、そう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 、戻らない人がいたってことね。あ、ゲンです。本編の話ちょっとしていいですか？はい、そうそう、本編の話しましょう。20秒しかないから。アベリズ&センタンさんは非テルテル、テルテルではないと思いました。この状態って白すぎてすごく噛まりやすくなってると思うので、テルテルだったらあんまりやりたくない動きかなと思います。ボタン押してるからってことね。2人ボタン押したから平和ボタン押してるっていうのは、僕あれですね、エロちゃんさんはテルテルじゃないと思います。いや、まあ今のゲンさんの意見にはちょっと反対で、そこまで考えてやってないと思います。いや、俺はそう思うんだよな。だからまだ1戦目でそこまで詰めないと思うんだよ。でもまあ、でもテレテルはね、目立ちたくないと思うから、その理論は通ると思うよ。だしエロちゃんさんも目立ったからね。ロアエンジンの燃料を入れるやつやるか。タスク的にはまだ2割。ライト消えたね。けど着いた。いや、今殺せたな、今。
誰だこれ。おっと、アベレージなぞめさんです。なぞめさんです。なるほどですね。なるほどですね。なるほどですね。はい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 。どうします、どうします、どうします。いやこれでも待って、場所を教えてほしい。了解です。エレクトリカルの奥で、あ、これ発見、あ、ショボスケさんになってんだ。はい、僕が発見したんですけど、うん、はい、うん、アベレリサがやってたんですよね。おー、おー、確定ですか。確定でやってました。もう見てました、キルシーン。アベレリサの視点は、僕視点はもうショボスケさんが目の前に殺してました。あ、確定、見てもう見てます、見てます。お互い見てるんで、そうですね。金誰かってことは絶対この中にテルテルはいないってことか。ショボスケさんがテルテルで発見したと言い張っている可能性はあります。実際に発見はしたんでしょうが、お互いがお互い殺したって言ってるんだから、もう多分、うん、確かにポスターだから。アベリさん、ショボスケさんが殺したのを見てるんですか。見てます、本当に見てます。いや僕もアベリさん殺した見てます。つまりテルテルインポスターはあるけど、テルテルサバイバーは絶対に、あ、クルーメイトはないってことですね。うん、2分1。インポスターあるのか。いや、クルーが、まあ、ちょっと待ってください。僕はクルーメイトなんで、アベレさんも釣って、うん、僕も釣って、まあ全然飲めます、全然それは。え、それってショボスケさんがテルテルだったらやばいじゃないですか。あ、それないか。やばいけど、うん、なんで、なんで、待って、アベレさん視点で、僕がテルテルは僕のこと殺してるってないはずですよ。そうそうそう、テルテルはこの中にいないよ、いないですよ。ショボスケとアベレージさんはどっちもテルテルいないですよ。なんで僕がテルテルのを追ってるんですか、うん、アベレージさんは。いや、それは白いわ、ショボスケさん。これもやっちゃいましょう、アベレージさん。アベレージさん大丈夫よ、反論があれば。え、完璧ですけど。いや、だって僕見てましたもん、エレクトリカルで殺してるのってことは、ショボスケさんはでもまあ一応テルテルではないもんね、うん、あー、そういうことね、なるほどね。村人が確かに そうだ、殺したのを見たって言ってたら、うん、その人はインポスターでしかないから、てるてるケアをする必要がないから、アベレージさんじゃなくて、プテハシさんとかがそれを言うんだったら、すごい分かるんだけれど、アベレージさんから出るからおかしいって話になってる。そうですね、確かに、うん。これは黒い入れていいですか。でも、アベレージさんがてるてる可能性もあるけどね。いや、でもだって、うわー、やったー、ごめんなさい。マジ？イエス、マジ？ごめんなさい。計画通り。え、でもこうなるんですね。うわー、ごめんなさい。理想的なテルテルされた。完璧なテルテルでした。アベレージさんがテルテルだったの。そうですね、はい、この画面でその帽子をかぶってる人がテルテルです。うますぎだろ。ごめんなさい。でも発見したね。ショボスケ殺すところ見たって言ったじゃん。そう、実際に見た。だから運が良かったって噛み合っちゃったね。そうだよ、マジで運が良かった。僕ショボスケさんが本当にインポスターで、あ、そうそうそう、アベレージさんはロラさん。うわー、まあ、ボロ出しやがったって思ったけど、そこまで読まれてたのか。いや、ちなみに僕ショボスケさんがテレテレじゃないですか。完全にあの勘違いで言っちゃった。あ、マジっすか。いやでもだとしてもうまいな。なかったにしろってことで。まあ一瞬ね。でもこれロラできないな。あれなんだよね。え？人狼的なこと言うとテレテレって、うん、テレテレを誰かになすりつけたいっていう感情が働くから。うん。だからアベリーさんがショボスケさんテレテレ言いたかったっていうのはアベリーさんテレテレも終えるんだよ、ね。これもう。一人次第だったら、二人言い張ってるんだったら、二人で行動させて釣らないが正解なんですかね。ですね。そうなんです。テレテルの。いやー、運が良かったです、本当に。殺害現場にテレテルが都合よく遭遇できるかってことを考えると、そうですね。そのことを考えると。どういう可能性を負うかっていう話もあるような気はします。いや、完全。まあ、練習試合というか1試合目にしては理想的なテルテルの見せ方で、うん、いやー、ありがとうございます。いやー、マジか。